白山から日本海まで広域な大地に位置する白山地、白山市住みよさランキングで全国1位にもなった自慢の街に激アツスポットが誕生しました。白山市ね。白山市だんだんと近づいてきてます。来たよ来たよ。おお、目の前通るよ。あ、来た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 。あ、すごい、こんな近いんですか。近い。今ファファってなってる。新幹線の壁来たよ、うん、ね、北陸新幹線を間近で見ることができる展望デッキがあるのは今年3月にオープンしたトレインパーク白山、うん、全国初の設備をいくつも備えた観光スポットです。気になってるんですよ。1階は新幹線学びと体感エリアです、うん、本物の部品だったり新幹線の普段見られないようなものが展示されてたりするので、ぜひこういろいろ体使って体感することもできますので、こちらあの最上級のグランクラスのシート、はい、本物の展示でございます。本物実際におかけいただいても大丈夫です。出ましたグランクラス。もう僕らも座ることないですからね。え、これからもきっと、ね、悲しいこと言うねせめてね。うわ何これすごいな。あ、こんなんなんや。うわ全然違いますね座り心地が。我が家のベッドよりも気持ちいいですよ確かにあのベッドより気持ちいい。これで寝れるね、うん、この呼び出しボタンっていうのもグランクラスにはあの専用の係員の方がいらっしゃいまして、じゃあちょっと押してみよう。どうなるんだろう。あ、僕が行けばいいですか。来ないですね実際いかがなさいましたでしょうか。間が完璧だな。お客さんの体験だけではなく運転手の体験もできます。面白そう。あのこの運転台は本物と同じもので作られておりますので、本物と同じ。そうです。北陸新幹線の運転シミュレーターがあるのは全国でここだけ。ダブル7系と同じ運転席なのでアクセルやブレーキも本物です。意外とシンプルな。左手がブレーキレバー、右手がマスコンレバーといいまして、車でいうアクセルのようなものなので、はい、もっと引っ張っていただくと、うん、ゆっくりと進み始めます。進めました。動き出した。うわこれリアルですね、かなり、本日運転士務めます、ブンブンボールのマシと申します。本日初運転となりますのでね、常にどこかに捕まっていてください。不安でしたね。怖いな。運転席からの景色を楽しみながら最高時速260キロで走ります。あ、来た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 。すれ違えるの鳴らしていい。これすれ違う時鳴らしてもいいんですか。多分本当はダメだと思います。ダメだ。あれも直すって言わせるんです、新幹線とすれ違ったりトンネルを入ったりと運転を楽しんでいると、そろそろ金沢駅へ。停止位置があの12や。駅だ。まだまだ先やね。長いんやから新幹線。早いって止めるのなあ。あれ？早いって。え？まだあと240メートルあるぞ。そうやった？毎回毎回ね、全然狂いなく止まれる運転手の人すごいね。すごいね本当にね。本物に見て触れて学びながら学ぶこと、遊びながら学ぶことができます。お、うわー新幹線。え、ここってここもすごいよ。北陸新幹線の車両所ですか。そうです。ここは JR 西日本さんの白山総合車両所の中が見学できるデッキになっています。うわ、通常ですとこういった日常の点検整備の様子って見られる場所はもう日本にはなくて、本当にここだけの特別な体験になります。これはすごいですね。実際今働かれてますもんね。はい。楽しい遊具で遊べるエリアやグッズが並ぶエリアもあり、北陸新幹線を丸ごと体感できます。すごい、行ってみたい。さっきはね、はい、あの新幹線がよく見えるスポットでしたけど、うん、はいはいはい、今回は白山がよく見えるんでしょうね、うん、残念ながら今日はちょっと天気が悪いみたいでね、全く見えないです。ここに大体の場所がね、こういう風に見えますよっていう写真が、あれは見にくかったからね、はいはいはい、今日は見にくいけど、うん、薄い、こんな薄いやつあるトレインパーク白山の近くにある道の駅めぐみ白山は、天気がいいと白山が見渡せる旅の立ち寄りスポット。綺麗。
観光情報や特産品やグルメなど白山市の自慢がぎゅっと詰まっています。なんか地元ならではの特産品もあったりするからね。確かに確かに、うん、はいはいはい、出ましたよ、きなめりなめこ。はいはい、大きいやつね、こういう大きいなめこね。いや、ここまで大きさの差があるんや ねこれね、はい、特徴的にはこの普通の唐辛子よりもちょっと長いんやってね。そうなんやってね、めちゃくちゃ辛いんですよね。まあ、この辺はもう定番やね、白山市三河、さすが地元、うんうん、といえばこうやっぱフグの子、うん、お酒のつまみにもいいですし、なかなか他にはないですよ。そうそうそう、何これ、フグの子のサブレやって。あ、これ知らんわ。江戸時代から続く奇跡の発酵食と言われるフグの卵巣のぬか漬けが洋菓子に、どういうこと、酒粕も入っているそうです。美味しい、うん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 、サブレの甘さがまず来るんですけど、うんうんうん、ちゃんとこのフグのこの塩気がね、後から追いかけてくるね。ね、プチプチっとした食感があるんですよ。粒が見えますね。続いてはレストランへ。黄色食堂の人気メニュー、もつ味噌鉄板焼き定食をいただきます。美味しそう。ジュージューとね、このもつと、うん、油揚げですかね。そうやね、ご飯がね、すごいな、大盛り無料っていうことなんで、はい、白山盛りにさせていただきました山の白山、今日は ちゃんと見えんかったから。いやちょっと多すぎん、これお腹すいとれん。ご飯が進む定食をモットーにしていて、地元の美味しいお米をたくさん食べてもらおうと、大盛りおかわりは無料です。嬉しい。味付けは特製の味噌だれになるんですけど、はい、そうだね、その味噌の中に剣崎南蛮が入ってて、ちょっとピリ辛でご飯がもう進むような味付けになってます。そうなんですね。ご飯と一緒に、ご飯にバウンドさせていただきます。美味しそう。もううめげんけど、もうもうが2個で、もう2もつバージョン、やっこしいわ、ややこしい、ややこしい、頭ちょっと甘いお味噌に剣崎のこのちょっとピリッとした感じが食欲そそりますね。はい、味噌をしっかりと吸ってますよね。味噌もですし、もつと一緒に最後炒めてるんで、結構もつの油も吸ってジューシーな感じで、辛さを足すとさらにご飯が進みますよ。食後のデザートは食べるのではなく飲みます、うん、飲む？新商品の飲むスイーツです。なになに、いっぱいありますね。飲むスイーツだわこれ。美味しい。やっぱこうチーズケーキ食べた後のこのコクがね、口の中に広がるね。こうねっとり感というかね、そのスイートポテトのしっとり感みたいな、どうですか、白山は出てきましたか？出てないね。なんならさっきよりも出てないな。ノームがすごい。